アルビレックス契約解除されて、もうすんなり、あ、俺もう J リーガーやめようって気持ちになりました。その時はもういいかなって自分の中でははっきり諦めがついて、自分が若かったからすごいプロの世界を甘くこう思ってて、まあ、サッカーだけしてりゃいいんだろうなって、きっちりグラウンドで結果残してればいいんだろうなっていうのがあって、しかもその時試合に出てる主力3人だけしか切られなくて、アルビレックスの時は、アルビの時なんかは GM に聞きに行きました、なんでですかって、はい、その選手の通知表みたいのをつけてて、もともと教員だった人が GM だったから、パッて出されて、タモリチャレンジ、今回のゲストは元プロサッカー選手の敷田さんです。敷田さん、お願いします。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 今日はありがとうございます。とんでもないです。一番の挫折ってありますか？一番の挫折は、今夢戦っていうのをやらせてもらってて、その挫折の話をする中で、まあ、自分のサッカー人生というかプロサッカー選手になってまでのことを振り返ってみると、やっぱり小学校5年生の時のいじめにあった話がすごく苦しかったなっていうのはあるかな。まあ、選手だった時はちっちゃな挫折は試合に出れないとかスタメン外されるとかっていう、そんな挫折はいっぱいあったけど、選手やってる時は夢が叶った真っ最中だったから、挫折よりかはもう楽しくてしょうがなかったなっていう。その小学校5年の時のいじめっていうのはどういうふうにこう克服って言ったらあれですけど、ただ時間が過ぎるのを待つのか、まあ、期間はそんな長くもなかったから、今思えば一つ4年生の時にちょっとサッカーが上手いなっていう感じだったから、まあ、正直性格悪かった4年生の時、だからもう味方に文句も言うし、パス回ってこないとギャーギャー言うし、勝てないと誰かのせいにするしっていうので、まあ、それがすごくサッカーやってる仲間とか学校の仲間なんかが、あいつなんだよって思われたのが5年生の時なのかな。それが一気にこう自分に返ってきたっていう。でもそれが克服できたのは4年生の夏に全国少年サッカー大会の準決決勝をテレビ見た時に、すげえなって、昔テレビでサッカーっていうかあまりやってなかったから、全国大会を見てもう小学生でテレビに出れるんだと思って、テレビに出たいと思ってた。俺絶対すごくなってテレビに出てやるって、で有名になってやるっていうのが、もうそこが強く思ってたから、でそのためにもう俺絶対全国大会に出てやるって思って、いじめられてる時も、まあ、学校も行ってたし、サッカーの練習をするために全国大会に行くためにってやっぱどっかに頭の中にあったから、学校に行かないとサッカーの練習できないしって思ってたし、でもまあその後結局サッカーやってる同じ年のね、あの仲間にもね無視をされるんだけど、まあ、それが一番きつかったかな。楽しくなくなったのがそこが初めて、サッカーがもう無理なんだなって、逆に言ったらそこで仲間のその大切さをすごく気づかされてもらった。仲間がいないと楽しくないんだなってやっぱその時に気づいて、わーって点決めて喜んでもさーって俺の横をみんな通り過ぎて、本当に嬉しい時も悔しい時も仲間がいるからなんだなっていうのはその時にすごく気づかされたなって。だからこそ全国大会に出たいって思いがそこでまた強くなったし、6年生になった時なんかはずっとその状態のまま6年生に、いやもう5年生の、はい、言ったら4年と5年の時にクラス替えがあって、はい、でそのまあ5年3組がもうみんなやんちゃなやつが集まって、はい、クラス替えの4月の時にはもう1人がいじめられてる状況で、あで俺はなんかそういうのあまり気にしなかったから、そいつの方についてたの、はい、でそしたら今度俺になっちゃって、でもうその後1ヶ月ぐらい経っても全然普通になったんだけど、もうそこからその5年3組は学級崩壊、もう先生も途中で変わっちゃったし、マジっすか、うん、まあそんぐらいな男子が集まったっていうぐらい、じゃあなんとなくいじめが薄れていったって感じですか。実は一番初めにいじめられたやつが助けてくれた、結局俺がいじめられたのもそっちにずっといたから、こいつもサッカーやってたから、はい、仲間だったから俺はこっちについてて、で俺がいじめられた時にサッカーの練習の時にそれこそ2人組の時とかは1個下の4年生とかとやってる中で、そいつがまあ勇気を出して俺に2人組やろうって言ってくれて、へでそっからよく思ってない奴らも絶対いたと思うから、そのいじめを
でそこから自然と、まあ、3人組の三角形のパスの時にもう一人来てくれて、はあ、で同じクラスだったから学校に週明け練習終わった週明けに行ったら、まあ、そいつらが近寄ってきてくれて、まあ、おはようって言ってくれて、そいつらのおかげで自然とサッカーやってる仲間も話しかけてくれるようになったし、クラスも話しかけてくれるようになったしっていう状況が、うん、やっぱ一人いるとやっぱ全然違いますね。うん、あの時そいつがそういうふうに言ってくれなければ、もしかしたらもうやめてたかもしれないっていうぐらい苦しかったから、その全国大会ももう無理だなって、諦めなくちゃいけないんだなっていうぐらい、もうかなり遠くに感じちゃったから、それが1年続いてたらもしかしたらっていうのがあったし、学校も行けない状況になってたのかななんていうことを考えると、やっぱりそいつが本当に勇気を持って俺に言ってくれたその一言がすごい救われたなって。じゃあ今あれですね、日本サッカー協会がやっている夢先生という子どもの自殺を予防するプログラムっていう言い方でいいんですかね、うんうん、のお仕事を今されてますけど、まさに天職って言ったらですけど、運命的なものを感じますよね。そう、本当にそう、うん、そんなんでもしっかりと這い上がれるんだよっていうところを子供たちに伝えられてるのはやっぱすごく嬉しいなって。アルビレックス契約解除されて、もうすんなり、あ、俺もうジェリーがやめようって気持ちになりました？その時はもういいかなって自分の中でははっきり諦めがついて、自分が若かったからすごいプロの世界を甘くこう思ってて、まあ、サッカーだけしてりゃいいんだろうなって、きっちりグラウンドで結果残してればいいんだろうなっていうのがあって、まあ、ジェフの時も1年目2年目ってまあそこそこ試合に出させてもらって、アルビレックス行った時も試合に出させてもらった中で、なんで試合出て結果もそこそこ出してるのにクビになるのかなっていう疑問がジェフの時にあって、でまさにまたアルビレックスもその状況で、しかもその時試合に出てる主力3人だけしか切られなくて、アルビレックスの時は。あ、そうなんですか。主力が3人切られて、でその3人のうちの1人だったから、アルビの時なんかは GM に聞きに行きました、なんでですかって、はい、なんで試合にも出てグラウンドでこう結果を出してるのにクビなんですかって聞きに行ったら、その選手の通知表みたいなのをつけてて、もともと教員だった人が GM だったから、パッて出されて、まあ私生活のところが1ばっかりで立ち上がってアルビレックスが J2 の1年目の時に行ったから、やっぱり外からの目もすごいあって、会社に広報とか社長のところに夜とか遊んでるとすぐ通報じゃないけど、あの選手見ましたとか、そんな感じで入ってくるみたい でそんな中でもういいやって、こんな状況だったら俺も多分プロサッカー選手には向いてないんだろうなと思って、他に横浜市とかそういったところからも誘われてたけど、なぜかなんかそのなんか全然モチベーションが上がらなくて、移籍期間が終わって3月になって J リーグが開幕してテレビをつけた時に、その時に初めてなんで俺ここにいねんだろうっていうのが、その時に一気にすごい後悔をした。なんでここに俺いないんだろうっていうのがもう未だに覚えてるな。でもその時にはもう群馬に行くって決まってたから、それはすごいなんか未だに覚えてて、そっからはもうすごい後悔の嵐で。今だから言える裏話ってありますか？プロサッカー選手の時に。はい、たくさんあると思うんですけど、二十歳のキャンプの時に、はい、まあ、実はじゃないけどもう完全にバレちゃってる話だけど、はい、面白い話があって、まあ、キャンプ中に、まあ、当然アルコール禁止、昔プレイステーションが流行ってて、はい、ゲームを持ってきちゃダメ、はい、でまあ、当然タバコもダメ、はい、俺2年目だったから二十歳の時に1年目の若いやつらとウィーニングイレブンの大会をやっててまあその19歳のやつらは飲んでないけど、はい、もう俺はビール飲んでタバコ吸ってでコンコンって起きて、若いやつが俺の部屋に遊びに来たんだろうなと思ってたから、はい、うるせえなーって、はい、早く帰れよとかっつって、パッて若いやつが蹴ってきたガチャって閉めて、監督ですっつってで、ブワーってテーブルの上のビールとかタバコとかブワーって、もうベッドの上にブワーって隠してであげて、まあもう煙からすぐにバレたけど、そこで次の日からキャンプなのに練習をさせてくれなかった俺だけプロなのに一人だけ走ってた。マジですか。フィジカルコーチのメニューでずーっと走ってて、トップとサテライトがあってグラウンドにも入れてくれなかったから、脇をずーっと俺は
延々と辛い走りをして、でも最終的に2週間でサテライトに行き、最後マリノスの試合で、マリノスの試合の時にはもうトップには上がれてたんだけど、はい、バレバレの話だったけど、もうまあお酒飲んでたのもタバコ吸ったのもバレたんだろうなと思って。やっぱ叱られたんですか、監督に。その時はオランダ人が監督だったから通訳通して、はい、もう大事件っていうか大問題、今だったらやばいねって話、はあ、うん、そんな話があったね、キャンプ中には。ちょっと良い頃みんな真似しないようにお願いします。すいません。私に一つ質問いただいておりまして、もしございましたらいただければと思います。ボクサー時代の挫折の話が聞きたいです、はい、正直ですね、旗から見ると挫折かもわかんないですけど、自分ではあんま挫折って思ってなくて、ずっと見てくれた先生がジムを辞めるってなった時にやっぱモチベーションが一気に落ちちゃって、そっからしばらくはもう次の新しい先生に試合をくめくめ言われたんですけど、何かしら言い訳を作って逃げてましたね。そっから復帰は1試合しました。あ、でも何だかのきっかけがあって、もう15から幼なった先輩なんで、あ、先生なんで、まあ、依存してた。でただその新しい先生が来て、その新しい先生に背を向けるっていうのも良くないことなんだってガキながらにこう思ってたのがあって、なんでせめてその一試合って言っていただいてる、なんかこう責任を果たす意味合いでこうやりましたけどね、うん、で一試合やっても引退って形でしたけど、苦しかったですけどね。ここに来るあの同級生とかも、うん、まあ、4,5 千払ってこう 見に来てくれてるんですよ。だ18の若造ながらもそのお金をいただいて試合をするっていう行為の責任がすごいのしかかってきて、で終わったらこう同級生泣いてるわけですよ。だそれはそれは辛かったし、で今でもたまに夜思い出して泣くときありますよ。へえ、はい。イレブンチャレンジというコーナーありまして、はい、11秒以内に僕にパンチ当たったらですね、粗品プレゼントっていうコーナーありまして、グローブ持ってきたんですよ。すごい、やりやすか、やる。めっちゃ怖い。なんでそれ、なんでそこモチベーション高いっすか。やる、パンチ当て、パンチ当てるってあのまあ僕ディフェンスだけやるんで、あの普通にこうワンツーとか打ってもらえれば。11秒で、はい、やりますか。やります。じゃあイレブンチャレンジどうぞ。この番組はですね、私がゲストをお招きしまして、そのゲストの方がご友人の方を紹介していただいて、はい、いつの日かタモリさんまでたどり着こうという野望を持っております、はい、で四季さんにもですね、ご友人の方をご紹介いただきたいんですけれども、はい、城庄司さん、はい、ですか。城庄司さん、はい、います。紹介します。え、マジですか。だから言ってみて多分寄ってくれるんじゃないかな。言えばこういったことをやってますっていう。ただその忙しいから、それさえ合えばジョーさんを紹介しますよ。あ、本当っすか。でまずはジョーさんを。ジョーさんお願いします。はい、では四季さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。